こんにちは。ガラス工芸家で水墨画家の福田勝史です。10分水墨画、今回の話題はアオイ科のこの植物です。モミジアオイです。これね、私の地元の友人のね、お宅お庭でね、撮影させていただいたんですけれども、赤い花がね、印象的ですよね。まあ形はハイビスカスによく似てます。ただね、特徴は葉っぱにありますね。モミジアオイの名前の通り、葉っぱがモミジのようなね、切れ込みのある小状葉です。高食器っていうね、洒落た別名がありますんで、さぞや昔から日本にいるんだろうな、あるんだろうなと思って調べてみましたら、意外にも江戸末期にアメリカからもたらされたようですね。比較的歴史の浅いというのかな、そういう植物ですね。撮影させていただいたね、この株は割と小ぶりでしたけれども、絵に描くにあたってですね、少し枝分かれを細かくして、花の数、葉っぱの数ね、多めにして描いていきたいと思います。それでは材料のご紹介です。筆は中筆2本、小筆1本、面相筆1本。紙は画仙紙、梅という製品です。 F65 サイズですので、縦が41センチ、幅が32センチ。絵の具は花に使います。少し紫がかった赤です。ホルベインの W205 キナクリドンレッド。そして青木を濃く吸って濃木状態にしておきます。その他のご説明は割愛させていただきます。お時間のあるときに20番の動画をご覧ください。それではね、小皿に中木作ります。筆でお皿に水を入れ、そして濃木ちょんと入れて、小皿の中で薄めておきます。これ中木です。もう一つの小皿には絵の具をね、縁の方に出しておきます。まず小筆で枝を描きます。水で一回洗い、裏側に濃木、そして下から屈曲させながら枝を描き、途中一箇所開けているのは手前に花が来るからです。枝を描くときね、ああやって隙間を一箇所開ける癖をつけておくといいですね。はい、中筆に持ち替えて花いきます。赤い絵の具薄く溶いて染み込ませ、先端にドロッとした濃いやつをつけます。花は中心から外に向かってぐーっとね、押し込んで、ひし形をね、ちょっと意識しながら花弁5枚描いてください。少しね、斜めから見ている感じですので、丸いね、深円にするのではなくて楕円形に整えてください。花びらの先、少し丁寧に尖らせます。中心部分を濃く、そして周辺部分が薄くグラデーションにさせてください。はい、もう一ついきましょう。筆全体にはね、薄い赤いピンクっていうのかな、染み込んでまして、先端だけね、穂先だけね、濃いのつけますので、まあ穂先のね、当たる花の中心部分だけが、まあ、結果的に濃くなるわけです。これをね、ランダムにしてしまうとね、統一感がないんですよね。花弁の周りが濃かったり、中が濃かったりっていうね、そういう風な感じにしないで、中心部分が濃いって決めたらね、必ず穂先をね、ちょっと逆手で描きにくいですけどね、今みたいな、こういう位置は。それでもね、頑張って描いてください。はい、次に小筆、額を描きますね。小筆を、中木つけて、この花弁と花弁の間にね、額がさっさと見えるんですね。かなり大きくてしっかりとした額が5枚あります。はい、今度、面相筆で、花柱、花の中心部分ですね、しべの集まりです。突起状に出してやって、先端が雌しべ、周りについてる小さなね、ごま粒のようなのは、これおしべの役ですね。先端がいくつかに分かれてちょんちょんちょん、そして少し下の部分に、ごま粒をつけるという感じです。さあ、小筆墨つけて、今度ね、枝と連絡つけます。これ花柄というね、茎で枝と花をつないでおきまして、そして今度葉柄、葉っぱの出る茎をスッとね、両サイドに伸ばしてやって、この先にね、葉を描きたいと思います。中筆で水で洗って、片面に中木、先端に濃木ちょんとつけて、細いね、柳葉5枚1組で、まあ、これで1つの葉です。
こういうね、数枚、複葉って言うんですけど、数枚が集まって1枚の葉になるというのをね、複葉と言いますし、特にこういうもみじのね、葉のような感じは人の手のひらに似てますので、清浄葉と言ったりします。まあ、普通のもみじとね、ちょっと違うのは、かなり長細いのと、あと、しだれることですね。放物線を描いて、この一つ一つのね、小葉、小さな葉はね、しだれます。墨の色、濃くしたり薄くしたりね、バリエーションのある濃さで描いてください。はい、面相筆に濃墨つけて、中心1本の葉脈、ね、細い中に1本だけ入れていきます。上の方ね、少し花増やしていきましょう。いくつか分岐した花片を設け、そして花を描きます。今度ね、横から見た花にしましょう。ですから下の方が根元、上がね、開いてる感じです。花弁5枚でね、横から見たい。ですので下の方に萼が見えてます。そしてさらに先端に花柱、ね、それを面相筆で描き、下には細い苞です。まあ、苞のね、描き方ちょっと後でね、つぼみの時にまたご説明します。はい、つぼみはね、小筆で描きます。水で洗った小筆、先端に濃墨をつけて、三角形っていうか、ひし形っていうんですかね。一つの花びらを三筆、1、2、3。そして、筆のね、先端にだけ濃墨をつけるんですね。そうすると、この小さなね、中にグラデーションができます。面相筆に持ち替えて、下の方にね、針のように細い、これは苞なんですね。これが放射状に出て少し上に上がってます。まあ、この青いか独特のこの細い苞ね、例えばオクラなんてね、買うとこういうのついてますよね。みんなオクラも青いかでね、こういう細い苞があります。さあ、先端の方の葉は小さいので小筆で描きましょう。そしてあまりしだれないんですね。小さいのはあまり元気がある。下の方の葉ほどしだれるっていう感じです。中間地点も葉を増やして、少しね、元気な感じの株にしていきます。左側、枝の先にもさらにつぼみを設け、少しピンクの花弁を覗かせておきます。さあ、一株目ね、だいぶ充実してきましたね。左下ね、空いてますね。少しね、ここに株、小さいのね、脇役のを描きたいと思いますね。まあ、どういう順番で描いてもいいんですけど、まあ、花先でね、行って。花ね、中心部分は、透かし瓜のようにね、透かせてください。下の、中心部分は、ピタッとくっついてないんですね。少し空間が空いてます。サブになる枝は薄めです。そして低めに描いて、控えめにしてください。丈も低いし、墨もなんとなく薄い。そうするとね、向こうが遠くにあって控えめなね、感じの、サブのね、株っていう感じが出ます。まあ、サブといえどもね、しっかりつぼみも花も、そして花の中には花柱もね、設けてください。はい、落款して、もみじ葵の完成です。ワンポイントアドバイスです。脇役の株は背は低め、かつ淡めに描きましょう。はい、もみじ葵、好色期のね、水墨が出来上がりました。まあ、ね、最初に申し上げたようにね、花、それからつぼみ、たくさんね、描き込みました。まあ、豪華にね、仕上げたつもりです。葉っぱね、やはりこれが最大の特徴だと思いますので、長めに、そしてね、ちょっと長くて重いのかもしれませんね。こう、しだれてますよね。全部しだれてるんですよ、これ。実物もね。まあ、その辺をね、まあ、リアルに描いてもらえればいいのかなと思います。
あと鼻の根元のとこね、この隙間開けてくださいね、スカッシュ売りみたいにね。そこから少し額がね、覗いてるっていうのもまた他のね、物騒毛とかの違いの一つですのでね、そこもしっかり描き分けてみてください。この動画が面白かったり役に立ったよと思われましたら、いいねのクリック、タップお願いいたします、ね、チャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。